おばばさんは明日なき暴走の果てにの出だしの坂崎さんパートフラットピックで合ってますか。これはその時によってだね。サムピック使うと今日今じゃあサムピックでいきますか。高見沢がっていうボーンっていうのも高見沢ですよ。これ頭のね。でそのボンを聞いた後に僕はボンみたいな、あこれはオペレーターだこんな感じで弾いた。はい、春ツアーでやったもんね。結構ね、ロマンスが舞い降りてきているのサビのところのコーラス、僕一番上ですわ。舞い降りてきた夜はですね。はい、四季つれづれのマーサさん、マーサ呼び捨て希望、四季つれづれのこうちゃんパート、どこ、愛で傷ついたとか、愛で傷ついた心の痛みさえ気づかぬままに消え去り、四季は繰り返しですね。思い出刻みながらそれぞれの胸を通り過ぎるが僕のパートですね。はい、ふーさんは冒険者たちの加えたピックがセクシーでしたという指引きをお願いします。ああ、冒険者たちの感想のところ今度これはステージでは前も言ったけど、ステージではねこうやってやってんだけど、レコーディングではねトレモノでやってるんですよ。今できないか、ガットギターだから、一つの弦をでででこれをってやってんだけど、それステージでやっても全然出てこないでしょ音が。なのでいわゆるトレモロっていうか、このこっちでやってるんですね。一本じゃなくて3フィンガーの方で、わかるかな。はい、ツアーのラストソング、これ茜アット長崎、ラストソングの最後のハーモニクス、最後のハーモニクスなんだっけ、感想のこれやったりやんなかったりだったからな。ラストソングの感想って適当だもんね、なんかこのなんだっけで、なんかね、こっからか、今出なかったでしょ、このぐらい綺麗に出なきゃいけない、ダララちゃんダララちゃんちゃんかんちゃんかん、ニャ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 、ラゾンフォーユーダララジャンジャジャジャン、そんな感じ。はい、ハーモニクス、はい、最後、あとは天地創造のイントロが聞きたい、ともみ、天地創造なんだっけ、これか、
ニャラララみたいな感じ。なしみのさんは See You Again のイントロお願いします。これはツアーでは今回やってなかったよね。 See You Again はね、 See You Again のイントロチャラララんでしょ。これちょっと違う。あとはね、なんかね、拓郎さんの夏休みがめちゃくちゃ多いんですよ、リクエストは。なんでだろう、夏休みだからか、当たり前じゃんね。ねやったら多かったよ。これだ、まなみひろみにゃーご覚悟ほか いっぱいハッピーとかね。はい、いっぱいいっぱいの方からいただきました。じゃあ夏休み行きますか。夏休み麦わら帽子を、拓郎さんに怒られるの、また坂崎歌うんじゃねえとかね。もう消えた田んぼのカエルは、もう消えたそれ好きかな。畑のトンボが一番好きかな俺は。畑のトンボはどこ行った、あの時逃がしてあげたの、これはライブ、あの友達バージョンだよね。俺このバージョンがやっぱ好きなんですよ。あの田辺さんのリードギターがめっちゃいいよね。星ディスを歌うボノさんは線香花火。線香花火が欲しいんです、海へ行こうと思います。誰か線香花火をください。勝手に歌うんじゃねえって怒られそうだからな、昔の歌歌うとなって言いながら歌ってますけどね。ねえ、猫太郎さん、花嫁になる君に、ほら拓郎さんのリクエスト多いんだもんね。こないだ拓郎さんに会ってね、ツーフィンガーを、花嫁になる君にはスリーフィンガーじゃなくてツーフィンガーなんだって。その頃まだね、石川さんにスリーフィンガー教えてもらってなかったんだって。石川さんと会ってスリーフィンガーを覚えたらしいんですよ。だからツーフィンガーで弾くとめちゃくちゃね、人差し指が忙しい、ね、親指が忙しいのはいいんだけど、うわ指が増えたらポツンと落ちてしまった、椿の花みたいにおそらく感銘したんだね。スリーフィンガーで行こう。君はいつものように電話に僕を呼び出し、僕を笑わせた後でその宣言をしたのだった。お料理を習うのもまんざら捨てたもんじゃないよ。突然
はいはい、そちらから電話を切ったから君はもっと他のことも言おうとしてたんだろう。3フィンガーの方がやっぱり楽だな。これは2フィンガー結構きついな。これ拓郎さんやってたんだね、2フィンガーで。J45 弾かしてもらっちゃったもんね、だあの伝説の J45 ね。ズス、ズスさん、ズス、スズじゃねえんだ、ズスさん。ハッピーエンドの風待ちロマンからあいうえをお願いします。あいうえをかきくけこさしすせそそそそたちつててとと何でねのまはひふへほまみむめもももも、やいゆえよラリルレロロロロワイウエオ。この運が難しい、3回ぐらい取り直したって言ってたよね。鈴りんりんさんは、ケントメリーバズ、今日飛行機雲がいっぱい出てた空でした、爽やかな歌が聞きたい。歌詞が分かんなくなりました。ナラリタラタ、愛があるのかい。スプーンとカップをいいよね、バッグに詰め。ゆきひろさんのお兄さん作ったのね。